が分からないんですけど。食べないです。まさかフリーザも、あのフリーザ様もゲームに見つけた。自分の持ってるの。自分の持ってる。しかもなんか前に出た。こんな美しいギガですよって言ってます。こんなこと言うの。そうですね、コントントン今上空にこれ浮かんでるんですけど。あ、ありますね。はい、そのシステムが。はい。でここで、はい、遊ぶことができるんですけども、そしてあのフィギュアにあの細かいスキルの装備だったりだとか、本格的すぎませんかね。結構ガチやってますこれ、はい、絶対新作ですよねこれも。これだけでやりたいですね。で経験値割り振ってレベル上げたりだとか、フィギュア限界突破っていうのはこれあのレベルがマックスの状態で、あのアイテムを使うことで見た目も変わりますし、レア度が上がったり、そうなんです。しかもね、今受け継いだ才能って言ってこうキャラごとにね、あ、そうですね、スキルも、はい、そうですね。すごいな。でこちらのフィギュアの取得なんですけれども、はい、TT メダルを消費してガシャを回して、うん、フィギュアを取得するといったような流れになっております。はい、これがバトル画面です。あ、これがバトル画面になってます。本当のフィギュア置いてる、フィギュア置いてます。手持ち5体の中から3体を選んで、はい、6マスのあのマスの中に置いていきます。でこう置くマスによって、はい、スキルが発動したりしなかったりするんですね。で相手がどこに置いてくるかとかいろいろ考えながら、心理戦ですね、考えながら戦って、はい、おお、あ、これはそうです。どっちの方がスピードが速いか、スピードがアバターですね。あ、そうですね、アバターですね。ちなみにこれアバター同士の対戦、どういう感じに切り替わるんですか。切り替わります。そうですね、バトルは基本的にはオートで進行します。はい、でたまにその追撃チャンスっていうとコマンド入力推進とかもあるんですけども、究極技を使うと相手のフィールドにいる敵全員にダメージを与えたりとか、で最終的に相手のリーダーの、はい、あのアバターの位置にいるキャラクターの HP をゼロにすることで勝利する。なるほど、こいつがライクを握ってみたいな。そうです、そうです。ということで、はい、以上になります。すごい作り込み。結構頑張って作ってます。いや、